ユーロコメ、ハチュウ類、ユーロコメ、ユーリン木、隙間田は、ハチュウズナの目の一つで、トカゲ類、ヘビ類を含むグループ。原生する4目の中では、最大のグループで総勢7000種以上であり、一目だけで、哺乳類全体の種数より、かなり多い。この一目だけで、原生ハチュウ類の、全種数の95%以上を占める。頭蓋骨の側頭弓が消失。 双排出空は体軸に直角に開き、半陰形を持つ、などを特徴とする、詳細は口実。ユーロコ目はトカゲ目とも呼ばれることがある。ただし、トカゲ目という呼称は、ユーロコ目の一ア目であるトカゲア目が目であると認識されるときのサウリアに対する訳語としても、使われる。トカゲ目と、単に言うとき、隙股とサウリアの指す対象は異なっているので、 用法には注意が必要である。本校では、トカゲメはサウリアに、アリウロコメはスキマタに対する語として説明を続ける。ユウロコ目は、そういう都をウロコ流系カズナに属し、同じくウロコ流系カズナの昔トカゲメ、怪盗目とは姉妹群をなす。ユウロコメは、歴史的にトカゲア目とヘビア目に分けられてきた。 しかし最近では、ミミズトカゲを独自のアモクとして独立させ、三アモクとするのが一般的である。ただし、かつてはミミズトカゲでなくメクラヘビの仲間を第三のアモクとして独立させることもあった。原生の分類は以下の通り、以下の分類群名、主数は引き立つとむ、爬虫類の進化による。十九世紀半ばまでは、 現在の我々が爬虫類と呼ぶ原生の生物は三目に分けられていた。すなわち、トカゲメ、サウリア、ヘビメ、オフィディア、カメメ、チャローニアの三つである。カメメは現在の分類群と変化はなく、ヘビメも現在のヘビア目と指すものは基本的に同じであったが、この当時のトカゲメはトカゲ型をした爬虫類を総括しており、和に昔トカゲをはじめとして、 発見されたばかりで四足動物として、復元されていたメガロサウルスなどをも包含していた。その後、リチャード・オーウェンによるワニ目、恐竜目の創設、1842、アルベルト・ギュンター、アルバート・ガンサーによる、怪盗目の創設、1867、などを経て、トカゲ目は、ただ単に、トカゲ型の動物を指すのではなく、 一定の解剖学的特徴を共有する現在のトカゲア目とほぼ同じものとする認識が広まっていった。トカゲ目がそのように設定されて以降の当時の爬虫類の分類は次のようになっていた。この他に絶滅群として恐竜目、翼竜目、魚竜目、ヒレ竜目、獣形目が設定されており、恐竜目を竜番目と長番目に分割するなどの議論があったが、 原生爬虫類としては長らくこの五目とするのが基本だ。ヘビ類とトカゲ類が解剖学的に共通した形質を持つことは早くから知られていたが、爬虫類が三目だった頃から別々に分類されていた。この二群はなかなかまとめて扱われなかった。ユーロコ類、スキマタという語は、ニコラウス・ミヒャイル・オッペル、ニコロウス・マイケル・アプルによって1811年という、 早い時期に提唱されているにもかかわらず、原生爬虫類を五目、怪盗目、トカゲ目、ヘビ目、カメメ、ワニ目から、現行と同じ4目、怪盗目、ユーロコメ、カメメ、ワニ目とする分類代形が一般化したのは、やっと20世紀に入ってからである。トカゲ目とヘビ目がありウロコメのア目に格下げされて以降、サウディアとオフィディアは、それぞれトカゲア目と、 ヘビアモクを指す言葉となったが、一方で、トカゲアモクに対してはラサーキリア、ヘビアモクに対してはセルピンテスという語を用いることも一般的となっている。また、分岐分類学的なクレードとしてサウリアを使用している例があるが、これは、ウロコ流系類と主流系類をまとめた群に対して、最近になって改めて名付けられたものであり。 元来のサウリアとは全く別のものである。昭和、体長数センチメートルのトカゲから大は10メートル近くにも、なる、ニシキヘビの仲間まで、その多様性において、脊椎動物の目としてありうろこ目に被験しうるものは、少なく、他のツナではスズキ目と、スズメメがいる程度である。南極大陸を除くすべての大陸に生息し、海洋に進出した者も,もいる。 最も生息数の多いのは熱帯だが、温帯から高緯度地方まで広く分布しており、北極圏にまで進出している。生息環境も、森林低床、森林樹間、草原、湿地、地中、水域、砂漠、高地から、人家周辺に至るまで幅が広い。肉食性、草食性、食中性といった定番から、アリクイ、長卵食、魚卵食、 カタツムリ食などに特殊化したものまで数多くの食性がある。ただし全般的に言って、トカゲアモクは食中性になることで繁栄の基礎を固めたと言える。小型の体には昆虫をはじめとした小型、無脊椎動物はちょうど手頃なサイズの餌であり、数も豊富である。同じサイズの食中性哺乳類に比較すると、哺乳類は 高温動物であるため体温を維持するただけに、トカゲ類に比べてはるかに大量の餌を必要とし、かつ小型でもあるため、餌を捕らえられなかった時のリスク、即芽死につながるが高い。そのため食中性動物としては、トカゲ類は哺乳類に対して大きなアドバンテージがある。現在、トカゲ類には肉食や草食となったものもいるが、これらは、 トカゲ類が食中性動物として成功した後に、現場。一方、ヘビア目はすべて肉食、動物食であり、草食性、雑食性のヘビはいない。また、ヘビには食性の専門化したものが多いのも特徴である。マイマイヘビ類、セダカヘビ類はカタツムリ食に特化しており、下顎は軟体部を殻から引き出せるような鍵型に変形している。また、 卵蛇の仲間は鳥の卵を専門としており、喉の奥に脊椎骨から下方に突き出した突起で丸ごと飲み込んだ卵の殻を割り、中身だけ飲み込んで殻は吐き出す。青大将なども長卵を飲むが殻は吐き出さずそのまま消化する。卵蛇の場合は、 長卵という季節的に偏った餌に依存しているため、長い絶食期間を耐えるために無駄な消化のためのエネルギーを節約しているのだと考えれている。他にも、蛇には、魚卵食、アリクイなどの専門家がいる。他の爬虫類と同じく体内受精を行うが、精子の注入は陰形ではなく、ユールコメの共有形質である、半陰形で行う。交尾の際には2本ある。 半陰形の片方を突出させ、メスの総配質空に挿入する。受精した卵は、メスの体内で初期発生を開始するが、周囲の環境によって産卵時期を遅らせ、そのまま油卵管内で発生を進めさせることがある。これを卵保持、エックリテンションと呼び、同時期に受精し早く産卵された卵と、その後に卵保持されてから産卵された卵も、不可は、 同時期になる。これは次に述べる体制化への前段階だと考えられている。ユーロコメは体制を発達させた唯一の原生爬虫類である。カメワニをはじめとした他の爬虫類はもちろん蝶類の中にも体制を獲得した者はいない。ただし、ここで言う体制とはかつて卵体制と呼ばれていたものも含む卵性と体制の中間形態には 様々な段階があり、負荷が母体内で行われるだけのものがある一方、油卵管内に体盤が形成されて、栄養分補給やガス交換を行うものまでいる。そのため、卵体制の定義付けは困難となり、より単純に卵殻を備えて生まれるものを、卵性、卵殻を持たずに生まれるものを体制とすることが、研究者の間では一般的になっている。詳しくは、 卵体制を参照されたい。体制の利点として、寒冷地での繁殖が挙げられる。通常のように散乱されただけでは低温により、発生が困難な環境でも、体制ならば母体が、意図的に日光浴などで体温を一定以上に保つことにより、肺発生に必要な温度が得られる。体制と卵性の両方が可能な小持ちかな蛇、が、低糸地方では卵を産み、 高緯度地方では陽性を生むように使い分けていることからもこれは指示される。比較のため、高緯度地方の低温環境に適応しているが、ユーコ米ではないので耐性ではなく、卵を産む昔トカゲでは、その卵は孵化までに実に15ヶ月もかかる、昔トカゲの繁殖参照。代謝率の問題もあるので、一概に比較はできないが、低温での卵の発生の難しさを物語っている。 ユーロコメの1、5が体制であると言われているが、そのメンバーの間の類縁関係は希薄であり、ユーロコメの進化の中で何回も独自に体制が獲得されたらしい。このことを説明するのに、ユーロコメの祖先は体制であり、その後改めて二次的に乱世になったため、簡単に体制を獲得できるのだというユーロコ類、体制起源説が唱えられている。上に見るように、 そうゆみの頭蓋骨には、眼下の後ろに、側頭下が二つあり、上にあるものを上側頭下,下、下にあるものを下側頭下と呼ぶ。側頭下の下円下胸部を、弓と呼び、これが上下に二つあることが、そうゆみの名称の由来となっている。上部の弓は、五眼下骨、臨場骨、頭のポー S q からなり、下部の弓は、方骨方形方骨、方形骨、頭の J。 QJ, Q からなる。ユーロコメも、そう弓類の一因であるが、この二つの弓のうち、方骨方形方骨、方形骨,骨からなる下部の側頭弓が消失して、加速頭下が下に開き、自由になった方形骨が臨場骨と可動の関節面形成することがあり、ーロコメを特徴づける、重要な点である。実際の例として、オート影の頭骨の図を右に示すが、 臨場骨、渦中の SQ は、佳境によって、後ろ前頭骨、渦、PTF と接続され、上部側頭弓と上側頭下はまだ存在している。一方で、頬骨、渦、J と頬形骨、渦、Q の間には接続はなく、その部分の側頭弓が消失していることが見て取れる。一般的にはこのことによって、顎の可動性が増している利点があると考えられている。 すなわち、方形骨が頬骨によって、頭蓋骨全部に結合されなくなったため自由に動けるようになり、方形骨下端、上顎と関節骨上端、下学間に存在する通常の顎関節に加えて、方形骨の上端と臨場骨の下端間に、さらに関節が形成され、上手右の9 s 9間の太線部、一種の二重関節となるのである。 ただし、下不足等弓の消失による、加速等下の方部への解放は、昔と影げめのプレウロサウルス類、プラリーソリスや、かつて、ヒロミ類と呼ばれたヒレルー類でも平行進化として、同様に生じており、リンコサウルス類のクララジアカ、クララツチレイには、可動性の方形骨を持つものがいるなど、これのみによってアリウロコメが定義づけられるわけではない。 ヘビや木ではさらにあと眼下骨、臨場骨からなる上部の側頭弓までもが消失し、方形骨だけでなく臨場骨も頭頂骨、上手の P との間に関節を持ち自由に動くようになる。これらのことに科学先端が分離していることも合わせて、ヘビ類の顎は非常に大きな自由度を持った可動性を獲得している。ヘビが 体直径の何倍もの餌を飲み込めるだけでなく、獲物に噛みついたした顎を左右交互に動かして、獲物を喉へ送る、俗に顎で歩くと言われることが可能なのもこの可動性を得たならばこそである。同じ爬虫類でも、カメには体軸に平行な総配質口内に、哺乳類のものと相当と思われる真の陰形を持っており、海面体の膨張により総配質空から押し出される。 しかし、ユウロコメには、陰形はなく、その代わりに、半陰形、ヘミペニス、ヘマピーニスと呼ばれる、独自の器官を持つ。半陰形は、袋状の器官で左右に一本ずつ一対あり、通常は、尾の付け根に収められている。トカゲヘビの死ゆが、尾の付け根の太さで見分けられることが多いのはこのためで、ある。専門家は専用のセックスプローブと呼ばれる先端が、 丸くなった滑らかな棒を使い、それが相配質空から後方の反転した半陰形に差し込めれば押す、差し込めなければ半陰形がないのでメス、として死雄を見分ける。半陰形は交尾の際には体軸に直角な相配質空から左右どちらか片方が反転することにより突出する。その反転機構のために生死の通り道は感情とはならず、生死は 成功と呼ばれる溝を伝わって、メスの総配質空に到達する。半陰形は、袋状とはいえ単純なソーセージ型のものはなく、トゲ、コブなどが複雑に発達して、形状も千差万別で種によって、細かく異なるの、分類や種の同定に用いられる。殻のある卵を産む、有用膜類には、孵化の際に乱獲を物理的に破壊するために、粉炭に孵化時のみ持ちその後脱落する。 突起状の高組織がある。かつては、そのような器官をすべて卵子と呼んでいたが、ユーロコメ以外のすべての原生爬虫類と蝶類では、歯ではなく角質の突起であるため、現在では、卵角、卵くちばし、カルンケルと呼ばれるようになった。しかしユーロコメでは、実際に歯であり、真の卵子である。ユーロコメの卵子は全蒸閣骨に由来し、左右一体。 または中央に一つの元気から発生する。左右に元気を持つものは、ヤモリ類では両方とも発達して一体の卵子を持つが、通常は左側は消失し、右の葉の実が発達する。他の爬虫類がすべて卵角を持つのに対し、ユーロコメだけが卵子を持つことは、前述のユーロコ類体性起源説を指示する証拠として持ち出されることがある。つまり、 一旦体制になってしまった時に卵角を破るための卵角を失ってしまい、その後卵性に戻った時には一度失った器官は再現できず、改めて全常蛇骨葉を卵子として発達させたというである。ただし、卵性哺乳類である炭鉱類には卵子と卵角の両方が備わっているという報告があり、だとすれば、原始的有用膜類にはもともと卵子と、 卵角の両方が備わっており、それぞれの系統でどちらかが失われただけで、体性化とは無関係だとする見方もできる。四足動物の嗅覚器官としては、鼻腔の、急上皮とヤコプソン器官、スキビ器官、ヤコブソン、S オーガンがある。ヤコプソン器官は鳥類、ワニ類などでは耐火し、哺乳類では、セーフェロモンの受容器としてのみ使われるが、ユーロコメは、 ヤコプソン器官の方が、急上皮よりも主要な嗅覚器官となっているグループで、ある。両生類、哺乳類のヤコプソン器官は、鼻腔内下部にあるが、ユーウロコメのヤコプソン器官は、鼻腔とは別に郊外に開口しており、左右一体ある。空気中の化学物質は突き出された、絶表面に付着し、下が口腔内に戻った時郊外のヤコプソン器官に、受け渡される。 ユーロコメが頻繁に舌を出し入れしているのは、この匂いを嗅ぐという行動のためで、あ、特に嗅覚を発達させたオートカゲやヘビの仲間では、左右のヤコプソン機関それぞれに対応して、舌先が二つに分かれている。視覚において特に明記すべきことは、ヘビアモクの眼球の構造である。他の四足動物の目は、水晶体の厚みを変化させることで網膜に焦点を、 合わせるのに対し、ヘビの目は、なんと水晶体を前後に移動させて、焦点を合わせる。このことは、ヘビの子細胞の特異性とも合わせ、地中性になって視力が低下し水晶体の厚さの調節機能を一旦失ってから、再度地上で、視覚再発達させたという、ヘビの地中期源説の根拠ともなっている。ヘビモ目の視角について、 さらに特筆すべき事項として、一部のヘビ類が持つ、ピット機関がある。ボアカ、ニシキヘビカの公園唇部には、抗震化、レイビールピット、マムシアカの眼科と尾光の間には、放火、ロレアルピットと呼ばれる証拠があり、この機関により彼らは、他の脊椎動物では類を見ない、赤外線資格を獲得したのである。抗震化より、放火の方がより成功な器官であり、 水晶体の代わりに像を結ぶ穴と網膜の代わりに熱で像を映し出す。ピット膜を備え、まさに赤外線に対するピンホールンとしての構造を備えている。この期間は0.001摂氏0.003度ほどの微妙な温度差をも感知可能であり、哺乳類や鳥類など高温動物の姿は蛇にとっていわば輝いて見える。興味深いことに、 ピット膜に映し出された像の情報は脳の四角屋に送られる。比喩ではなくピット器官はまさに目として機能しているのである。また、トカゲ類にはその頭頂部に第三の目と呼ばれる頭頂眼、露頂眼、パーアヤアトルアイがある。これは昔トカゲが持つことで特に有名だがより発達した頭頂眼はトカゲ類が持つ。昔トカゲの頭頂が観察できるのは 幼体の頃の身で生体では皮膚に覆われてしまうのに、対し、スケリポーリスオキデンタリスなどでは、生体でも頭頂部に明らかな頭頂岩が確認できる。死傷上部の上生体複合体に由来する頭頂岩は、もともと体の器官だったものの片方が頭頂岩に、もう片方が内分泌器官である、消化体、上昇体に変化したとされ、体温調節に一役買っていると考えられている。 ユーロコモクにおいて聴覚が退化していないのはトカゲアモクのみであり、ヘビアモク、ミミズトカゲアモクとも鼓膜をはじめとした耳の初期間が退化、消失している。ミミズトカゲの場合は明らかに地中生活に適応した結果である。ヘビ類の場合も一般にはそう取られているが、進化の項で述べるようにヘビが地中ではなく、海生期限であった場合には、水圧に対しての鼓膜、 中耳部の脆弱性、空気の千倍の密度を持ちはるかに音の伝達効率の良い水中という環境下での鼓膜吐きのデメリットの低さなど別の理由が挙げられるだろう。というコメは、爬虫類の中でも新しく中世代になって現れたグループである。最古の化石はイギリスから発見された三畳気候機のクエニアソリスである。この動物はすでにかなりの特殊化を遂げており、 原生のトビトカゲ、ドラコゾックと同じように大足から伸長したアバラ骨による滑空用の翼を持っていた。最古の化石であるにもかかわらずすでにある程度の進化の跡を残していることから実際の起源はさらに遡ることが示唆される。南アフリカから産出した三条大前期のプロレイサータは方形骨と臨場骨の間にまだ可動性の関節を持つには至っていなかったが、 方形方骨が、すでに耐火縮小死下部の側等弓が不完全であったために、ユーウロコメと祖先的相弓類との中間的生物であると考えられている。白秋になると、ユーウロコメの中から完全に海晴に適応したグループが現れた。現在の蛇に近縁だと考えられているモササウルス類である。彼らは、魚流の衰退、絶滅によって秋が生じ始めた。 海生捕食者の生態的地位に収まり、魚類や軟体動物などを餌として生活していたと考えられている。歯が球場場となって軟体動物の殻を砕くことに適応したものや、最大15メートル近くにもなる大型の種など、様々な形態に分化したが、白亜紀末の大絶滅の折に、恐竜や翼竜と共に滅びた。ユーロコモクのもう一方のオス。 ヘビア木が現れたのも白亜紀である。最古の化石は北米から発見されたコニロースとパタゴニアから発見された大賀エリナで共に白亜紀後期の地層から産出している。ヘビがどのようにしてトカゲ類から分化してきたかについては多くの仮説が出されている。最も有力なのが地中性、反地中性のトカゲ類から生じたというものである。 獅子の消失、動物の身長などは地中に潜るための適応として他の動物にもよく見られるものであり、聴覚の低下と嗅覚の発達などもこれを支持している。ただし、白亜紀の海生動物で中東から産出したパケアーホッチスプロブレマティカスという爬虫類は消失した前足と相性化した後足を持っていが、詳細な研究の結果オートカゲ類の特徴を保持した原始的なヘビ類である。 との説が1997年に提唱されているなど、改正起源説も有力である。ユーロコ目のアモクで最後に現れたのは、ミミズトカゲアモクであり、最古の化石は赤月新生から算出している。しかし、ミミズトカゲアモクの基本的分布は、ゴンドワナ型分布を示すことから、起源はそれ以前に遡る可能性がある。北米には現在フロリダ半島に、 フロリダミミズトカゲ一種が生息するだけだが、化石記録から、フロリダミミズトカゲ科の全滅種が北米に広く分布していたことわかっている。他の爬虫類が中世代という大爬虫類時代の生き残りの感があるのに対し、ユーロコメは新世代になってから著しく発展した、現在まさにその繁栄の頂点にあるグループであると、言えよう。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。